言論 NPO の工藤です。今日はですね、韓国政府が8月の23日に決定したジーソミアの廃棄というこの問題について議論したいと思っております。で、この問題というのはその日韓の日本と韓国の政府のさまざまな対立、これは徴用工問題から始まったんですが、この問題と連動してきている問題であるんですが、ただ私たちが注目しているのはこのジーソミアのこの廃棄というものがこの地域 の、 その安全保障の環境なり政策というものにどういう影響を今後もたらしていくのかということのことなわけです。で、言論 NPO はこの地域に平和を作るというための作業をいろいろ開始してまして、今日来られている方もその作業の仲間なんですが、だからこそこの問題を今回はとりわけですね、意識して議論を進めていきたいと思っております。ということで今日は3人の方に参加してもらいました。まず私のお隣がおなじみのと元自衛隊艦隊司令官で元海将の香田洋次さんです。香田さん、よろしくお願いします。で、そのお隣がですね、元航空自衛隊教育集団司令官で元空将の小野田修さんです。小野さん、よろしくお願いします。で、最後に防衛研究所地域研究部中国なんですね、中国研究室主任研究会の増田正幸さんです。増田さん、よろしくお願いします。ということで今回この3人で議論しますが、まず初めに聞きたいのはですね、このジーソミアというものがジーソミアというのは何なのかということなんですが、結局お互いが受けた軍事機密情報を第三国とか第三者には渡さないと、流さないという取り決めなんですね、簡単に言えば。ただこれを破棄するということがこの地域に破棄したことに何が変わるんだという私の率直な疑問があるわけですね。なのでまず皆さんに一番初めに聞きたいのは、今回のこの破棄ということが破棄になるんですが、ことで一番皆さんが懸念していることは何なのかと、安全保障上の問題でもいいし、いろんなことでもいいですが、それをまず話していただいて、それで議論を始めたいと思います。じゃあ香田さんからお願いします。ジーソミアというのは解釈といいますかね、これをどう見るかというのはいろいろな立場によってあると思うんですけれども、やはりよく言われますように、特に北東アジアでは日米と米韓という別々の同盟がアメリカを中心にこう振り子のようにあってですね、日韓がないもんですから、とにかくブラン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 してたと。で、そこにいわゆるこう制度化されたものが一切なくてですね、例えば政府間の同士の同意によって軍の交流をやりましょうとか、そういう非常に弱い連接あったわけですけれども、やはりそこを、ある意味制度化してですね、準同盟、これはちょっと言葉はやや大きすぎるかと思いますけれども、やはり公式に韓国軍と自衛隊をしっかりとつなぐということで、太い足の柱と、細い足のなんですけども、これできちっとした三角形ができたということで、そういう意味ですと例えば中国とかロシアとか北朝鮮に対してもですね、日米韓というのが一丁ことあった時にはしっかりと強調できますよと、これは単に情報交換だけじゃないですよという信号をしっかり送り得てたんですね。で、今回それが3ヶ月の余裕はありますけれども、韓国側が切ったということは、元の目阿弥に戻ったといいますか、ということで安定した三角形からこうフラフラしたこの2つの同盟関係に戻ってしまったということで、非常にこう不安定化というものを印象付けるんじゃないかと、あるいは誤った信号を北京とかモスクワに送るんじゃないかということを懸念しています。ということはあれなんですが、確かに情報という問題がこの3者の間に必要だというより以前に協調の仕組みですね。そうですね、それが壊れてきた。あそこで書いてることというのは情報だけなんですけれども、実はどの世界でもそうなんでしょうけれども、例えば日露でも私実際に40代の時に担当したんですけれども、自己防止協定って結んだわけですね。これ本当に海上の自己防止協定、そのうち航空も入りましたけれども、だけだったんですけれども、実はそれが今戦略対話まで太ってるんですよね。しかしその根っこというのは単なる自己防止協定に過ぎないんですよ。しかしお互いの政策がどうだとかいうことまで、実際にはそのパイプを使ってありとあらゆることができますので、
結局それがなくなるということは実質的にこう失うものが非常に多い、うん、大きいと思います。なるほど。するとちょっとあと一つだけ聞いて小田さんに移りたいんですが、やっぱり今の議論の中でそういうことであれば日米と韓国の間にかなり深刻な亀裂が入ったとか溝ができたとか、そういう話とは違うというふうに理解してますか？まあ、ただこれは最後運用するのはその時 の, その政権でありまあミリタリーのリーダーでもありますんでですね、その中でも傷口を最小限に抑えることもできますし、もう開いたままさらに塩を塗り込むようなこともできるんですね。ですからこれでも全くゼロに戻ったということは少し仮想かな、早いのかなと。まあただこの先相当こう強調、日韓で強調できれば傷口は最初にしうるだろうと思います。はい、小野さんお待たせしました。今の話で見るとやはり政治とか外交の役割がかなり重要だというふうに逆に印象を持ったんですが、小野さんはどうご覧になってますか？はい、香田さんのと重複を避けて、申し上げたいんですけれども、今の GSOMIA は2016年に締結されているわけですね、はい、非常に重要な、香田さんおっしゃったように重要な協定であるにもかかわらず、しかも朝鮮半島という日本にとって一番近いところの、その GSOMIA の締結に2016年までかかってしまった、でご記憶の方もいらっしゃると思いますけれども、これは締結寸前にですね、韓国の方が二の足を踏んでるんですよね、でやっぱりその日韓関係っていうのはそれだけ戦略的な相互信頼っていうのが、なかなか特に韓国側に低かったっていうこの経緯があるわけですね、ですからどちらかというと、アメリカがですねもちろん結べよっていうこの応援をして、日本側は積極的に結びましょうという経緯のもとで、結ばって、で韓国がいやいやと一旦いいよって言ってから、いやいやちょっと待ってって言ってですね、そこから若干時間がかかって2016年に締結に至ったと。ですから韓国側のこうマインドセットとしてはですね、要するに日本側がより強く望んでいて、韓国側はそういった経緯から含めるとですね、このGSOMIAに対するその重要性の認識っていうのが薄いということは言えるかもしれないというふうに思うわけですね、ただし結果的にですね、じゃあなぜ結べたかというと、これはやはり北朝鮮の弾道ミサイルに関するですね、核もありますけれども弾道ミサイルの開発が著しく進展してきたということに対して、アメリカが韓国に非常に働きかけを強くした。で、弾道ミサイルの脅威というのは日本にも非常に強く、日本の国民にも印象付けられている、そういう中で、一線を越えてですね、韓国が締結に至ったというこの経緯を含めるとですね、その韓国側にとってそのGSOMIAに対するその重要性の認識っていうのは日本側よりもやや低いのではないかっていうふうに私は見ています、ただし、このGSOMIAがなくなったことによって、いやいや2016年までなかったんだからそんなに影響ないよっていう方いらっしゃいますけれども、あったものがなくなったということで、これでまた日韓の戦略的な信頼感っていうのが大きくその損なわれてしまったというところに、むしろGSOMIAそのものよりも大きなマイナスがあるというふうに私は考えています。はい、増田さんどうですか？はい、香田さんがおっしゃった中でですね、誤った間違ったシグナル、あるいはメッセージをですね、第三国に送る可能性があるという、ここだと思うんですよね。で、その対象は主には長期的に見ればやっぱり中国といったことだと思うんですね。で中国はやはりこのアメリカの同盟、この地域での同盟戦略がですね、強固なものであるというところになんとかくさびを打ち込みたいというふうに常々、これ日米同盟もそうでしょうし、米韓もそうでしょうし、あるいは日米韓という連携が朝鮮半島を中心に強化されるということは中国の裏庭というか首都のすぐ横で強化される。例えば2010年に天安門の事件があって、アメリカの空母が入ってくる来ないって言った時に中国は過剰なまでに拒否反応を示したわけですね。あるいはサードの問題でも過剰なプレッシャーを包括的に韓国にかけると。でそれはやっぱりこの同盟戦略、同盟関係の中で韓国といったところは最も弱いところだというふうに中国考えているからに他ない。で今回この GSOMIA の問題はそうした中国の認識というものを改めて植え付ける可能性があるということでですね、私はこの長期的に中国の動きにつながらなければいいなというふうには思います。でもう一つはやはり中国の軍事活動というのは東シナ海の日本正面だけではなくてですね、
まあ、あらゆるところで連携してきている。それは黄海、黄色い海でもそうですし、あるいは台湾海峡でもそうです。それがもう連携する中で、まあ、起こってますから、その弱いところを突かれてしまうと、その他の、まあ、正面にも影響が出てくるという、まあ、戦略環境に影響が出るということでですね、私は中国に対する誤ったメッセージ、シグナルになるということを強く懸念しています。はい、わかりました。今の話を伺ってですね、まあ、特に香田さんおっしゃったその、まあ、韓国から見ればその日本ほどそのジソミアに関するその、まあ、非常に大きなその重要性というのはちょっと違う理解かもしれないという話なんですが、ただこの今のその今後の影響を考えるときに、やっぱりそこを、つまりなんでこういうことをムン・ジェイン政権はしてしまったのかというその理由のところにやっぱり踏み込まないとダメなので、その話にちょっと入るわけですね。でつまりそのさっき言った日米、日本と韓国との軍事的な協調、それから日米韓ということが本当に一つのチームとしてやるという点で、ようやく山を登って丘を越えてそこまでたどり着いたと。でそれを壊すことの意味ということが非常に大きいことなんですが、一方でそれを日本が欲してるんだけど、だからこそその今の日韓関係においてダメージを与えたいという点でそれを使ったのかと、つまり火遊びなのか、それともそのある意味で、だけどそれがいろんな形でその安全保障の話題になってしまったから大騒ぎになってしまったのか、それとも初めから確信犯でもうやっぱり西側ではない、まあそんなことありえないと思いますけどまあそんなこと言っていいのか分からないけど、まあ考え方としてはありえますよね。まあいろんな考えがあった中でね、一つのことがだったらこれは大ごとになるわけですよね。で今皆さんはどういうふうに考えてるんですか。今回やってるのはあくまでもその日韓関係の中でのこう日本をちょっと懲らしめたかったとという展開で来たっていうぐらいの話の流れなんでしょうか。小田さんどうでしょう。これも諸説あるわけですけれども、まあ、我々一般の報道公開情報しかソースがありませんのでですね、まあ、報道が正しいとすると、まあ、少なくともバンコクで両国の外務大臣があった時点では、まあ、大きな流れとしてはもう破棄はないだろうと、でそこがまあ突然まあ、ドタキャンといいますか、まあ、外務大臣、韓国の外務大臣が帰国前にも決定されたということで言いますとですね、まあ、これは厳しく言うとやっぱり火遊び、それまでは戦略的発想はあったと思います、うんうん、要するに、まあ、経済歴史ではここまで悪くなってるけれども、うん、これをやっちゃおしまいよという、うん、まあ、少なくともですね、ただし、まあ、その最後の決心をする段階で特に青瓦台の思惑が非常に、まあ、もっとはっきり言いますと文大統領のその考え方というのが非常にはっきりと出て、これどこの国でも大統領についてはこれも決心はもう覆すことはできませんので、まあ、そこは常軌を失ったというか、少なくとも事務方、韓国の外交部国防部はこれはどう考えても破棄をすることは韓国にとっても失うものが多すぎる、あるいは日米韓を考えたときにこれはもう不可だという結論が私はあったのを、まあ、文大統領あるいはその側近の人たちの意見でドタキャンをして押し通したということで、まあ、ある意味非常にイラショナルといいますか、まあ、合理性に富まない感情的な決心じゃないかと、判断せざるをこのデータから言うと得ないということですね、はい、だけどいやちょっとまた一つお聞きしたいんですが、アメリカからもそれ やめろよっていう、で周りからもやめろよと、それでもですねそのやるという理由は何なんでしょうか。どこ何なんですか。で、まあ私が非常に注目しているのは数日前から破棄の決心の数日前から金正恩委員長がジーソミアは戦争同盟だと、だから戦争同盟になるものはやめよということを命令口調上から目線で繰り返し言ってるわけですね、ただ同時に同じ時に訪韓をしたアメリカの国防長官はとにかく維持してくださいよと言ってるわけですね。そこで、まあ、結果なんですけれども同盟関係にあるアメリカの その要請は
無視をして北朝鮮、まあ今でも理論上の仮想敵ですから、あのそこを取ったということについてはですね、これは私はあの同盟関係のところを消すことのできない大きな傷を残したと。この先何が起ころうともアメリカはこれ忘れないですね。いや言いませんよ、あの外交上言わないんですけども、少なくとも太平洋軍、それから国務省、国防省の中ではこれはもう消えない傷として私は残ると思います。あのそこ非常にこうこれを問題考えるとき、今の話は非常に重要な微妙なところをついてきてるんですが、あのどうですか。私指摘したいのは、日韓関係の最近というところ、先ほど申し上げましたけれども、まあ、慰安婦問題で非常に大きな後退をしました、それから、まあ、徴用工の問題は皆さんご存知の通りです。日韓関係はどん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 悪くなっている。しかしながら韓国政府がですね、ジーソミアを破棄することを日韓関係という枠組みでしか見ていない、というところが、あの韓国がご判断をしたというポイントなんだろうというふうに思うんですね。で実はジーソミアというのは協定としては日韓の関係ですが、運用といいますか、その効果といいますか、意義といいますか、そういうのは、米韓でもあるんですよ、で、日米韓でもある。したがって、だからこそジーソミアを韓国が破棄することはないだろうという大方の予測はそういうことだったわけですが、韓国は米韓関係まで相当に壊れるということを果たして意識してジーソミアを破棄したのかというと、どうもそこは私はそうではないのではないか、もっと軽く考えてしまって、結果的にアメリカの反応を読み違えたということが今の現状、まあ、ですから、アメリカが非常に強くですね、失望した、懸念しているということを言ったときに、いや今からでも後戻りできるというふうにあの韓国の高官が言いましたよね、で、あとは日本の姿勢によるということで日本にボールを投げ返してきたわけですね。で困るのは日本だろっていうことを、なんていうんですかね、問題の所在をすげ替えている、日本側にですね、ボールをすげ替えているというところがあの見られる。これはまさに、韓国が米韓関係を実はジーソミアで壊してしまったということに驚いて、その前後策を打っているというふうにあの私は見ています。はい、あの増田さんどうですか。同じ質問になってるんです。そうですね、先ほど小野田さんがおっしゃったところで、2016年までは、なかったのにできただろうとというそういう思いというのはあのかなり韓国の方と話をしててあの感じるところがあります。したがってですね、あのね、その議論というのはジーソミアの破棄がの予定がアナウンスされたその前からも結構少なからずあったような気がするんですね。だからこの今の日韓の政治的な対立でどのカードを次打つのかといったときに、私はかなり早い段階からジーソミアというのはそこの一つのカードとして彼らは持っていた、その認識は彼らの中にあったと、でそれがカード足りるのは、米韓同盟あるいは日米韓という戦略的なコミュニケーションの中での判断ではなくて、あくまで、お二方が指摘されたように日韓の中で判断するからそれが、カード足りるということなので、これは、まあ、繰り返し皆さんと同じですが、まあ、読み違えているということに他ならないんだろうと思いますね。まあ、確かにあの、まあ、今軽く考えすぎて、まあ、大事だったと。ただその軽く考えてしまうというところに、まあ、いろんな問題があってですね、あのやっぱり日韓問題とかその間の政府間の大きな問題とかいろんな問題があって、あとあの大統領自身の考え方とかいろんな問題がこうなってるんだけど、今の話で見ればそうは言ってもその本質的に今のその協力関係の枠組みを壊そうと思ってまで動いているということは思えないということは皆さんの共通の理解でよろしいですよね。ただ一方でですね、あのアメリカはじゃあどう考えたんだろうと。つまりまさにアメリカがこの地域の安全保障を分けて在韓米軍も入れてですね、仕組みを作った時、こういう形を日米関係っていう問題、日韓関係の問題の中でこういうふうに降ってくるのかと、自分たちがこうちょっとやめようと言ったのにと。でしかもトランプさんはそもそもなんであんなところに自衛隊あの軍を置かなきゃいけないんだ、いけないのかと思ってる人ですよね、お金出せと。
アメリカは今回の問題でどういうふうに考えたと皆さん思いますか。高田さんどうでしょう。これも報道ベースなんですけども、まず、その前に日米同盟と米韓同盟っていうのは同じアメリカの同盟なんですけれども、これ全く意味が違うんですね。米韓同盟というのは朝鮮戦争の反省から北の侵略に対して米韓でこれを跳ね返すというか、抑止をして、抑止が敗れた時には戦って押し返すという、これはもう要するにアメリカからするととにかく戦うしかない同盟なんですね。ところが日米同盟というのは同盟96年ですかね、同盟再定義までは確かに日本アジアの安定というのはありましたけど、日本防衛の同盟だったんですね。ところが再定義の中でこれは要するに世界の公共財だということで、要するに米軍を自由に活動させることによって世界の安定を確保するというふうに付加価値を非常につけたわけですね。ということから言いますと、トランプさんがああいう言い方をされている、もし、トランプさんが、素晴らしい大統領でここまで理解されていると思うんですが、ということからしますと、トランプさんは米韓同盟はとにかくアメリカがもう最後に何があっても戦うだけの同盟、すなわち赤字だと。で、日米同盟というのは日本防衛の義務はあるけども、やはり付加価値、要するにアメリカの世界戦略において、それを英語でイネイブルですよね、それを可能にするというのはもう日米同盟なんだと、いうことでいうと、アメリカから言うと共にある条件の中で共に戦えないということはあるんですけども、要するに付加価値が極めて大きいので、ある意味黒字だということですよね。その中で伏流水的にずっとあったのは、なんでやっぱり米韓同盟は最後までアメリカが持たないかんなというのは、実は伏流水的にあったんですよね。それはイミジクもトランプさんは発言されているだけだと思うんですけども、やはりその中で一番よく言っても親の心子知らずというか、このドラムスコは何をやってくれてんだろうということだろうそういう思うんですよね。ただしここでやはり合同演習なんかもなぜ嫌かというと、本当はNATO と違って米韓日米とも違う人種で違う言葉で違う文化の人たちが一緒に戦うんですよね。だからこれはですね、演習をしとかないともうダメなんですよ。でそれ演習をやめるということはもう同盟の軍事機能を捨てるということと同じなんですよね。でそこまでアメリカが、トランプさんは、ある意味決心しかかってる、その中でひょっとしたらこれにこう追い打ちをかけたというか意味もあるのかなと。ただし実はアメリカはこれ もう同盟国ですから外交上言えないんですよ。言えないんだけど、先ほどの大きな傷とともにですね、消せない傷とともに、とんでもないことをやってくれたというのが本心じゃないかと思います。はい、小野さんどうですか。アメリカですね、アメリカがどう考えているかっていう、このアメリカがっていう主語が一つ大きな問題で、皆さんも多分感じになると思いますが、トランプがコマンダーインチーフのトランプ大統領がどう考えているかということと、例えば米軍のようにですね、プロフェッショナルな人たち、安全保障に対するプロフェッショナルな皆さんですとか、例えば国務省国防省のプロフェッショナルな皆さんがどう考えているかということは、ちょっとですねギャップがあるんだろうなというふうに思いますし、トランプ大統領を除けば、そのいわゆる国防省国務省あるいは軍というもののこの地域への見方は何ら変わっていないということですね。でそこにただとんでもないっていう言い方が適切かどうか分かりませんが、リーダーが変わってですね、そのリーダーがの決心に彼らは従わなきゃいけないというところにある種の不安定さが出てきているというのが今日の状況だと思うんですね。今日強硬派と言われているボルトさんが、解任された、いや自分で辞めたんだとかいろいろ言ってますけれども、まさにホワイトハウスの中でもですね、そういうことが起きている、これは民主主義の国ですからしょうがない、逆に言うとそこの弱いところを中国なりあるいは北朝鮮なりがついてきているというところも先ほど増田さんがおっしゃったような見方としてはですね、非常に重要なポイントだろうというふうに思います。ただアメリカのいわゆるその主たる人たちの
アジアに対する見方は変わっていないし安定しているというふうに私は見ています。この辺はですね、6月でしたか、アメリカの太平洋軍が戦略報告を出してますけれども、その中でも彼らが一番心配しているのは南シナ海で起きたようにですね、要するに自分たちが遠いところにいるので、現地に駆けつける前に既成事実を作られることが一番の脅威だということをその報告の中で言ってるわけですね。まあ、ですからそういう体制というものは変わらないし、そういう部分というのはトランプ政権であってもきちんと理解はするんだろうなというふうには私は考えています。うん、増田さんに行く前にちょっと小田さんにもう一つ聞きたいんですが、アメリカから見てこの GSOMIA から得られる情報っていうのは、これは2国間だけどアメリカにも渡るわけですよね。でこれはだからなくなること の、 その安全保障上 の、 その損害っていうかはどれぐらいあるのか、あまりないのか、それとも協調体制が壊れてしまうことをみんなアメリカは気にしてるんですか。情報だけですとアメリカは日本と韓国から GSOMIA があろうとなかろうと、まあ軍事情報が上がってきますので、それでは痛まないんですよね。しかしアメリカからすると、アメリカとにかく朝鮮半島で何があろうと、日本で何があろうと、この地域で何があろうと、米韓同盟あるいは日米同盟で来るわけですよね。うん、その時に日韓が背中を向け合って話もしないという状況が一番困るわけですよ。で、まあ、そういうふうになりつつあると。今までは政治が悪くてもお互いに向き合って、とにかくアメリカが来る、そしたらどうしようか、いやじゃああんたこれやってよ、じゃあ日本これやるよという、まあ、大きな調整ができたんですよね。それが一番のメリットだったんですよ。じゃあ今はもう実際に防衛関係は背中を向き、あとも向き合ってる状況まで来てるんですね。まあ、これはもう現役でないんで分かりませんけど、うん、まあ、少なくとも昨日 の、 ミサイル弾道弾の発射の防衛省の言い方を聞くと、まだ話はしてます、ね、してますか。増田さんと、増田さんはアメリカっても中国はどう見てるかの方がいいのかな、どうしたらいいんだろう。まあ、ちょっと今のアメリカのことも関心があれば。そうですね、まあ、まずアメリカ、うん、まあ、小野さんがおっしゃったようにですね、うん、まあ、大統領なのか現場なのかというところは違いがあると思うんですが、うん、私以前、まあ、ハワイにしばらくいたことがあって、うん、その時に太平洋軍の方とこういろいろコミュニケーションを取る、まあ、まさに訓練という、うん、おっしゃいましたが、それが極めて大事 で、 で米韓同盟というのは在韓米軍で戦うことを前提とした、まあ、訓練というものをこう常にやって、まあ、その規模というのもそれなりに大きいと。でここで積み上がっている、まあ、信頼関係といいますか、現場の信頼関係は私は思った以上大きい、強いというのを、まあ、ハワイにいた時にすごく感じたんですね。でただ政治的なリーダーがそれをうまく運用できるような環境を作ってくれるかくれないかというのは、まあ、やりにくさというものを現場は多分感じるだろうし、あるいはまあ、もちろんメインは朝鮮半島情勢での対応ということなんでしょうけども、それ以外にも、まあ、アメリカからするとこの、まあ、今インド太平洋とか呼んでますが、この地域全体の軍事バランスをいかに維持するようなオペレーションを作り出していくのか、それは北東アジアで言えば日米韓だし、南で言えば日米豪であるし、そういうそれを連携させながらやるといったときに、政治的な雰囲気の中で韓国の現場が多分動きにくさっていうのを出してくる、そうなった時それをかなりこう現場は嫌がるだろうなという気はしますよね。うん、朝鮮半島が最も大事ですけども、それ以外のところでの今後のためのコミュニケーションというのが含めてやりにくい。パックネの時もそういう雰囲気が一時期やっぱりあってですね、うんうん、いろんな議論を当時米軍は韓国も含めてやろうとしたけども、政治的リーダーにやっぱり従いますから、その雰囲気がちょっと違うなというふうに、例えば韓国軍が判断すれば、議論すらなかなかスタートできないという、そういう雰囲気になってくるんじゃないかなと思いますね。はい、ちょっと今日の話はその安全保障の環境にどういう影響があるのかということにかなりこだわっていろんな角度から聞いてるんですが、今の話と連動するんだけど、今度はムン・ジェインさんの話なんですがね、ムン・ジェインさんがこの前 の、 その8月15日の演説を見てもですね、こういう間が悪い時、つまりかなり厳しい状況で何とかしなきゃいけないという時に、やはりその北朝鮮との統一を2045年までやるとか、やっぱりそういうこと言いますよね。でそれからあと防衛計画大綱じゃないんだけど、日本でいうなんか計画を作りましたよ、発表しましたよね。で空母を作るとか、でこう間が悪いんだけど、何かがですね、こう
全然違う方向、つまりこっちの西側とは違う形でに関心があるようなことを何か言うわけですよ。で一方、我々が行っている世論調査を見てでも、この1年間の間で国民はその日韓関韓国と北朝鮮関係が大きく改善するということに関して悲観的な見方がかなり強まっているわけですね、比較も含めて。でそういうことがある状況の中で、文在寅がその公約を掲げたところが非常にこう疑わしくなってて、で金正恩に関しても揺さぶられているという状況があって、しかし文在寅さんはそれでも統一、その自分の形がやっていることにこだわっていますよね。で一方でそのさっきの小田さんの話を考えると、その軍事的な同盟だったそのジーソミアがですねっていう話が、もしくはそういう形でこうつながって、それを関心を得るということであれば、やってることはやっぱりそのまあ分からなくてやってるのか、それとも革新的にやってるのかっていう、やっぱり疑いがやっぱりここに出てしまうんですね。それを周りが止められないという構造があると。ここあたりは皆さん、安全保障の今後を考えて気になりませんか、小田さん。周りが止められないというよりも、まあ、青瓦台、アメリカ式のポリティカルアポインティーを以上の人たちは、おそらくムン・ジェインさんと理念も目標も一致をしていると思いますので、例えば習近平さんが偉大な中華民族の復興だと2049年までということを出しましたよね。おそらくあれはもう信念なんですよね。で私はそれはムーン・ジェインさんも同じだと思います、ただそこでよくわからないのは、その時に米韓同盟をどうするかとか、いうことについては明快にここに言ってないということですよね。ですから先ほどの小野田さんの話とちょっとオーバーラップするかもわかりませんけども、特に韓国の国防部と軍についてはさほどのめり込んではないんではないかと、それともう一つ少し我々忘れているのは、実は2015年ぐらいまでというのはソウルに行って誰に聞こうと、ドイツの反省から統一は50年先だということをみんな言ってたんですよ。突然この話が出て、今誰も文句言ってないんですね。でということはここのギャップ、あるいはそのちょうど半々に分かれてますから、いわゆるどちらかというと独立志向、反米的な感覚を持っている人たちの、こう外交夢を非常に強く言い出しているのを文在寅さんがうまく使っているのかということですね。ちょっとここはですね、私自身もちょっと判断がついてないんですけれども、明らかに2015年ぐらいまでの韓国のムードとは違うんですね。で今も外国の会議あたりでもやっぱり文在寅さんを支持する人たちはもう合併はこれやらないかんのだというわけですよ。その人は2015年のほとんど変わった韓国人だとなかったんですよね。ですからそこが一つこの先の観察のしどころかなと。もう一つその軍事計画について言いますとですね、これは実は韓国の軍事計画というのは非常にこう厳しい言い方をすると軍事戦略はない、本当は北に備えるんであればもう少しやることはいっぱいあるはずなんですけれども、ある特定の分野では全然その北に備えなくて、いい装備をどんどん導入しているという傾向にあるんですね。でここはですね、国防費の無駄遣いと言ってもいいでしょうけど、アメリカ側と一緒になって北と戦うんでしょと、北と戦わないかん、あなたたちが北と戦う必要のない装備を何で買うんですかと、でそのお金は北と戦うための装備に回してくださいよということが実はいっぱいあるんですよ。典型的な例を言いますと、例えばイージス艦とか今度空母、空母は構想ですけども、ドクトという強襲揚陸艦ですね、要するに北朝鮮にどこに使うかといったら、いや北朝鮮まで攻め込むというんであればもっと数もいりますし、やらないかんのですけれども、一点豪華主義的にやって、おそらくアメリカがある部分、このジーソミアというその政策的な問題と別にですね、韓国に対する兵力整備でいうと、ショルダーとショルダーで本当に戦わないかんのに、韓国が本気で大北の兵力整備をやってくれてないというところは、実は日本であまり注目されてないんですけども、米韓の相当大きな不信感だと言えると思います。
今の話に関連すると、この我々の世論調査でもそのいつも気になるのが、その韓国の国民が軍事的な脅威を感じている国を日本がいつも3位で、今中国と並ぶぐらいなんですね。でなんでこんなに日本が多いんだと。で日本人は韓国をそんな全然思ってないわけですね。でやっぱりそういうふうにそのまあかなり脅威感を持って思ってる。だから真似を、だからひょっとしたらそういう深読みするとそのために使ってんじゃないかと言われたら困っちゃうんだけど、ただそういう感じに、ね、ちょっとまだあるわけですね。小田さんどう思いますか。あ、小田さんじゃないよ、小野さん、はい、例えばですね、日本の皆さん、僕らのぐらいの年代になると、うん、例えばその国防っていうものを言うときにですね、現行の話が出てくるわけですよ。現行って現行何の駅でしたっけ、1000年前の話ですよ、うん、で特に九州の皆さんと話をしていると、私も九州の司令官やってましたから、国防の重要性っていうのは九州の人たちはものすごく強く感じてるんですね。でこれ子どもの頃からですね、現行の当時の防衛とかそういうのを見て育って教わってるんですよ。でそれを考えたらですね、30年間日本が軍事力でですね、朝鮮半島に入ってってるわけでしょ。ですから朝鮮半島の人たちが日本を軍事的脅威と見ることについて不自然と思う方がおかしいと思います。だからそこはやはり日本もきちんとそこのところは意識しておく必要があるんだろうなというふうに思う。その上でしかしながら今はどうですかと言ったときに、彼らのマインドセットとしていきなりや俺たちは仲間だって手はつなげないよという部分があるとしても、違いを乗り越える方策はあるんだろうと、それこそ言論 NPO の工藤さんがずっと、長年にわたってですね苦労している中国との対話もそういった方法ですし、そういった観点というのはおそらく必要なんだろうというふうに思うんですね、うん、松田さんどうですか。実際今何が起こっているのかというのは分からないところがあまりにも多いですけども、日本の立場から言うとですね、例えば日本の防衛省自衛隊がですね、いろんな国の軍隊と交流を、防衛交流という名前のもとにですね、やっていますが、これが今かなりグローバルに広がっていますが、どの国との交流が例えば単純に 数を数えるとね、最も多いか、防衛交流というのはアメリカとの防衛協力、同盟協力というのは含みませんので、それ以外の国との、軍が出る、国防当局の交流ということでいうと韓国が圧倒的な数あるわけですね。日韓交流が最も多い防衛交流のなわけですね。だからいろんなこう今小野さんがおっしゃったような歴史的な背景、あるいはその国民感情といったものがあるからこそ、これまで防衛交流をこの分野ではしっかりやろう、さらに言うと、アメリカの軍事的な、プレゼンスなり同盟関係というのをきちんとシステムとしてこの地域に定着させるという観点から日米韓もやったわけですよね。そういう複合的な、背景があるからこそ日韓の、軍を含めた交流というのはかなり、多いし、それを、ある意味積み上げてきたといった事実もあるということは同時に指摘しておかないといけないというふうに思いますね、うん、さっき香田さんとちょっと控えのところで話したんですが、せっかく今までこう山登りをね、非常に急な坂を登って丘が見えてある程度まで来たらまた降り出しに戻ってしまったとという話をされて非常に象徴的だったんですね。つまり今増田さんおっしゃった通りで、やっぱりいろんな日韓間良くないんだけど、やっぱり 軍とか自衛隊関係の交流は非常にあってですね、そこは壊れないだろうっていう結構多くの人言ってましたよね。それが最近次々に壊れてきてですね、レーダー照射の時の相互問題もあるんですが、だんだんここまで来てしまうとっていうことになると、ここをもう一回立て直さなきゃいけないということにどういう展望が描けるかという問題と、ただそれがその日本だけでやれればいいんじゃなくて、そこに北朝鮮とかトランプという人もいて、いろんなこう要因がどんどん動いている状況の中でこれをやらなきゃいけないと。どうですか、これかなり大変な局面に来ているんじゃないですか、香田さん。ですね、いやもうその通りなんですが、私がちょっと課長の時、1995年、6年、7年ですよね、うん、その時に実は韓国海軍は今そう日本よりもと同じぐらいの潜水艦を持ってるんですけども、ゼロから始める時に
日本に来て教えてくれって来たんですよ。その時何の約束もないんですよ。それはもう当時海上自衛隊の決心としては当然あの防衛大臣まで話を上げたんですけど全面的に協力したんですね。それはなぜかというと日韓の協力が必要だろうというもう非常に強い思いですよね。でその次2000年前後今度私が部長をしている時に韓国がイージス艦を入れると日本はもう先輩で入れてましたんでだその時も実は助けと言います教えを請いに来たんですね。でその時も、まあ、これは秘密がありますんでアメリカと話をしながらですけどももう手取り足取り教えたわけですよ。でまあ これはあのまさに条約とか自由面によらない防衛交流なんですけどもこれをやることが結果的にアジアの安定につながるって日本の防衛にも寄与するという判断なんですよね。でその時というのはもう実は慰安婦問題ってあったんですよね。しかしあの韓国の人たちもそれはもうあの日本を騙してかすめ取るという意識じゃなくて本当に教えを請いに来たわけですよ。で、まあ、あの典型的な例を言いますと、まあ、その時に来た韓国の代表団をあの江田島の海上自衛隊の記念館にあのお連れしたんですね、まあ、私課長で。その時に何をしたかというと韓国の人たちは深々と45度の敬礼を自衛関係に敬礼して入ったんですよ、うん、これはなぜかというと明治の日本海軍建軍以来日本海軍の伝統と歴史がここに入ってるからこれはもう 100% の礼を持ってあの自分たちは入るということなんですよね。もう何を言いたいかというと おそらくで実はこういう話を今の韓国軍の少佐ぐらいの人にすると誰も知らない。だ韓国の潜水艦の人たちは日本から習ったということさえ知らない。イージス艦についても韓国で国産するのについて実は長崎の造船所まで全部連れて行ったんですよ。しかしそれさえも知らない。でまあ、あの反日で、まあ、あの旭日記といいますか自衛関係に対するあの例というのはもう今大騒ぎになってますけども、まあ、実はあの90年代半ばの韓国人と何が違うのかというぐらい変わってるんですよね。でそういう積み上げでまさにあのお藤さんで言った8号目くらいまでいったのがなんかゴロッと外れてもうあの富士吉田まで5号目まで戻ったんでしょうけども、実はこれを元に戻すというのは気の毒なるようなお互いの私は努力が必要だろうと。特にあのお互い言い分はあるんでしょうけどもあの実際に課長とか部長でやった私から言いますとやはりあのひょっとしたら我々も勝ってるのかもしれませんけどやっぱり韓国軍の変わり方の方が非常に大きいんでですね。でしかもそういう事実さえこう後輩に残してないで日本の非難ばっかり、まあ、する。私は別に韓国をあの今ここであの取り立てて非難するつもりはないんですけれどもあの韓国の国のムードとしても変わってしまったと、うん、そういう現状を考えますとですね、まあ、実は非常にこうもう難しいというか時間がかかるし、うん、まあ、あの簡単にあのあの、ね、まあ、復習あのリペアだと言いますか修復だというふうなことに私はやる、うん、方向性はつけても実行はすごく難しいだろうというのが私の実感です、うん、あのちょっと一言もう追加でやってからいきますけど それでもやらなきゃいけないんですね。つまりこの北東アジアの安全保障を考えた場合にそれでもそれに挑まなきゃいけないということ、もうそうですね、あの、まあ、少なくとも、まあ、今のトランプさんでもあのアジアの安定についてアメリカは関与しようとしてますから、うん、そこで結局アメリカってのは同盟があって初めてですか、まあ、あのトランプさんは同盟国に対しては冷たいんですけどもやっぱそこで何かあった時にアメリカを中心として支えていくのはあの物理的に力を能力を軍事力を持った同盟国というのは日本と韓国とオーストラリアしかないんですよね、うん、この国が支えないと例えばインド洋であれアフリカ あの東海岸までのインド太平洋軍の守備範囲を考えますとですねこれ日本と韓国が一緒にやらないと実はアメリカに大変な苦労をかける。それは結果的に日本の国益にならないということでやはり韓国の国益にもならないということですね、うん、ということなんで私は韓国と可能な限り修復の努力がすべきだろうと、うん、ただしその道は現状から言うと非常に遠い、うん、と悲観的にならざるを得ないということです、うん、小野さんどうですか同じですか、うん、同じですね。私も西の司令官をやっているときに、うん、先ほど増田さんおっしゃったような防衛交流でですね
韓国空軍をお邪魔しました。で、韓国の空軍というのはですね、南部戦闘軍と北部戦闘軍って北と南に分かれてるんですね、うん、で私は疑問に思ったのは、韓国、まあ、そんな大きい国じゃありませんから、北と南にこうなんていうか活動を分ける必要ないんじゃないかと。要するに あなたたちの軍というのは基本的に北朝鮮向いてるんでしょうと。南部戦闘軍というのは何をするのひょっとして俺たちに向いてるのっていう話をですね、問いかけをしたことがあります。そしたら大笑いしてましたけどね。いやそうじゃないんだと。我々は要するに北部戦闘軍が直接当たって、我々はそのバックアップに当たるとかね、まあ、そういう言い方をしてたんですけれども、ただ高田さんおっしゃったようにですね、空軍もですね、当初は F-18 っていう飛行機を買うって言ったんですね。で日本が F-35A 買うって決めた瞬間にですね、 F-18 が F-35 に変わったんですよでもし北を向いてるんだったらですね、 F-35 っていうステルス機が必要ですか。そもそも北朝鮮レーダーまともに見てないんですから。だからB-1 がアメリカの B-1 が飛んできた時にですね、その北朝鮮を、まあ、威嚇っていうか、その牽制をするためにDMZ 付近に B-1 が出てくるわけですね。ところが北朝鮮は何の反応も示さないので、我々が飛んでることを北朝鮮分かってないから、しょうがなくて彼らは俺飛んだぞっていうふうにアナウンスをするという、このなんか漫画みたいな話があるんで、そういうところに F-35 どこに使うんだというのがあるわけですね。で私は彼らのやっぱり絶対言わないですよ、言わないですけれども、竹島の存在っていうのは多分大きいだろうなと。要するに竹島を守らなきゃいけないと、日本からというふうに、この人たちは内心を持ってるかもしれないなっていうふうにその時は感じてました。ただしそれがすぐ起きるって彼らは思っていなくて、でそれからちらっと先ほど高田さんが言ったように、日韓の間にも事故防止協定という、その衝突防止の協定があるわけですね。でその事故防止協定によって、ホットラインがあるんですよ。でそのホットラインで毎日お互いの対馬海峡付近を飛ぶ航空機の識別情報をお互いやり取りしてるんです、うん、でやり取りしてるから、対馬海峡付近で韓国側から上がった戦闘機がもしいるとしますよね、うん、そうすると我々はその戦闘機がどういう意図で上がったかっていうのを承知をして、彼らの言ってることを信用して、その飛行機にはスクランブルをかけないという活動をしてるわけです。でこれは韓国も同じです。なぜかというと、対馬海峡の東側に航空自衛隊の訓練区域があって、そこで日常的に訓練してます。ですからそれが一番北に近づいた状況になると、韓国空軍からスクランブルが上がってもおかしくない状況になるということなんですね。でそれをお互い情報収集をしている、で情報交換をしている。でよく日本海側から韓国の沿岸に沿って、ソ連のロシアの爆撃機がですね、南下してくることがあります。この間初めて7月の23日でしたか、ロシアの爆撃機と中国の爆撃機が連携して行動した初めてのことがありました。で、韓国がスクランブルを上げます。そういう情報がですね、我々のレーダーで見えない先から韓国から情報が提供されることがあるんです。これはジソミアと関係ありません。でしかも日韓事故防止協定の範囲外なんです。でもお互いに通報している中でそういうことも行われるぐらいの関係を築いてきたということですね。今も大丈夫なんでしょう。今も大丈夫、生きています。ただし高田さんがおっしゃったように、国の雰囲気、それから基本的には彼らも政治家の言うことに従わなきゃいけないということが、彼らのマインドに今後どのように影響していくかと。だから10年こういうような政治体制が続くと、軍人のマインドも変わってくる可能性が大いにあるということを私は心配して、まだ大丈夫です、まだ全然大丈夫ですし、交流も続くでしょう。これが3年5年10年経ったら非常に危うい状況になるかもしれないということは私は懸念しています。松尾さん、同じ質問なんですけど、ちょっと短めに言って最後の質問があります。はい、高田さんがおっしゃった、強調されている日米韓とかアメリカのネットワークとかということをどこまでですね、韓国が一般として認識して、対応しているのかといったところがポイントだと思うんですね。で、これはよく朝鮮半島、韓国の専門家が言いますけども、物事の中心って朝鮮半島にあって、それは北朝鮮に対応するということなんでしょうけども、そこを出発点として他のものを見ていく傾向がまず一つあると。でもう一つは、その朝鮮半島あるいは北東アジアといったときに、北朝鮮に対するものの見方、工藤さんがおっしゃったように、極めてこう
なんて言いますかね、親近感を前面に出した大統領の政策というものがあるという中で、そこの中心が変わってしまったんだから、その結果その手段たる同盟なりというものに対する見方、評価の仕方も変わってきているということなので、必ずしも我々が、あるいは高さんが強調されたような大きなアメリカのプレゼンスなりを、支えるというところから何をすべきかというような出発点ではない。でさらにその中心たる、北朝鮮に対する認識が、まあ、革新的というか進歩的というか分かりませんが、その政権になって結果、まあ、今小野さんがおっしゃったようにこれが仮に10年15年続いてしまうと、その他の手段に対する見方というのも、まあ、それにつられて大きく変わってしまうという感じはします、ね。うん、はい。まあ、今の可能性の懸念はあるんですが、ただ今の世論調ではまだそれに対する反発が逆にあったりですね、そういう状況なんですが、ただ最後なんですが、じゃあどうしたらいいんだという話なんですね。でこれはの政治で、例えば防衛関係者はかなりリアルな考え方で今みたいな理性的な判断ができるんですが、これ今回の問題はやっぱり政治とかそのいろんな外交とかいろんな状況が反映しているわけですね。でやっぱりそこの中でその今韓国では不買運動があるとかいろんなこう世論を巻き込んできていると。で今までこの間十何年間のアジアの教訓というのは、世論のナショナリズムをこう封じ込めるというか、どうマネージするかということが非常に大きな課題だったんだけど、それをこう逆にこう使うというのは危険なんですね。だからその状況の中でやっぱり政治というものの役割がやっぱり問われているような気がしているんですが、皆さん最後に今の状況を、まあ、次に一歩進めるためにはどうしたらいいのかということを言って終わりにしたいんだけど、増田さんからどうでしょう。あ、私からですか。こちら最後に心の準備が。まあまあ、ありきたりですけども、やはり関係を続けるしかない国、まあ、切ることが決してできない、うん、国であり人々ですから、そこは、まあ、ただですね、誰と話すかによってかなり言い方、まあまあ、政治に大きく左右される国民性だと思いますから、 そこは長期的にこちらも構えて見せないといけないし、で我々彼らに、まあの見方に寄り添う必要も当然あると思いますけども、もう少し我々の考え方、なぜこれが、まあ、例えばジーソミアという話がスタートでしたけども、なぜ日韓の防衛協力なりが大事なのかとか、それを我々の視点、広い視点、外側から彼らが見れば外側外縁の視点というものも、まあ、既に言い続けないとですね、もう結局、彼らの政権の性格、あるいは日韓関係という閉じられた世界の議論 になってしまうということで、我々はやっぱり違う視点と常に見せるということが大事だと思いますね。うんうん、確かに二国間だけじゃなくて、この地域全体のマルチとか考えていかないと、こういろんな問題の反発をこう消すことができないですね。はい、小野さんどうですか。まあ、先ほど言ったように慰安婦だとか徴用工問題というのは日本にとっても非常にエモーショナルな問題であってですね、ただそれが一時が全部になってしまっているという点がよろしくないというふうに私は思うんですね。で結局民間の交流までこの問題、政府間のこの緊張をベースにしてですね、全部止まってしまう、ほぼ全部止まってしまってますよね。それが良くないと思うんですね。でその原因は韓国だけにあるというふうには私は思いません。日本政府の対応もだいぶ間違っているところがあるんじゃないかなというふうに思う。で今のこの日韓関係の緊張状態を緩和させるためには、要するに韓国が変わることを期待するだけではダメで、やっぱり我々も自分を変えていくことで韓国が変わるっていうスタンスに実は私も感情的に腹立ってますよ。腹立ってますけれども、それでもですね、そういう対話をやっぱりしていかないと関係改善できないし、最後は離婚に至るだけですね。まあ、国際関係なんかも力の持っているものは力を持っていないものを強制しようとしますよね。で力のないものは力のある人に適応しようとしますよね。で、まあ、お互い同じぐらいの力でもうどうしても言っても聞かないって言ったらもう離脱しかないですよね。バイバイと、もう君は相手にしないっていう話になりますよね。でももう一つの選択肢があるわけですね。でそれは非常に難しいけれども、コラボレーション、共同するということなんだと思うんですよ。でその共同の根っこにあるのはやっぱり対話なので、そこはどうでしょう、政府間で難しければ、まあ、民間の対話のようなものを少しこう
やっていきながら政府間のこの緊張を緩めていくっていうことを積み重ねていくしかないと。だから山をまた1合目から登っていくとこういうことです。はい、どうぞ。一つだけ増田さんの言われた通りなんですけども、なぜ韓国と日本が戦略的な見方が違うかというと、実は韓国って建国以来ですね、北朝鮮だけの国家安全保障だったんですよ。日本と NATO というのはソ連のと冷戦で地球儀の冷戦をやって、そういう見方をしてたんですよね。だ韓国は冷戦構造の中なんだけど、在韓米軍も含めてとにかく北と南の間でいらんことがもうこれ以上起きたら冷戦がぐちゃぐちゃになるんだという、そこしか見てないというところ、おそらく そこから抜け切ってないんですよね、ということがあるんだろうと思います。それと、あとお二方に言われた通りで、一つだけちょっと違うことを言いますとね、シビリアンコントロールって怖いなということなんですよ。要するに、もう泣き言、寝言、ざれ言というような話なんですが、もう自衛隊はもう 100% シビリアンコントロールですね。韓国もそうなんですよ。ただし日本にも非があるけど、シビリアンが本当に間違うと今の韓国みたいになっちゃうということなんですね。これは直せないんですよ。ある別の会合で、韓国軍は何かしないんですかという人がおったら、絶対しませんって。それをやった途端に韓国はもう世界 の先進国から仲間外れですと。今やっと11、12の GDP で、ようやく西側先進国の仲間に入れてもらってるわけですね。ということは日本も何を言いたいかというと、シビリアンコントロールというのは金閣玉城のものではない、万全の解決策じゃないということなんですよね。で中国もそれ、これ最後なんですが、中国も尖閣で日本の百貨店焼き打ちで全土に広がった。あの時は共産党はさすがに見てたんですよね。で共産党が火消しに入って、結局日本は相当痛い目に遭いましたけど沈静化させましたよね。だからこれはシビリアンコントロールがいい方に転がった例ですよね。しかし韓国の場合は今おそらく今の政権というのはそうじゃなくて、それを使ってより揺さぶろうとしているわけで、これは誰にも止められないんですよね。当然ミリタリーとか外交当局はやらないかん、しかし時間もかかるとも事実なんですけれども、実は平たく言えば悪いことするのは軍隊だけじゃないということですよね。でいや少なくとも我々は母体に入ってからそれを徹底的に叩き込まれてますから、そこが一部信じてまだもらえてないということは非常に歯がゆいんですけども、今の韓国も私非常にだからそういう意味で立派だと思います、もう彼ら歯がゆくてしょうがないんですけども、結局今の民主主義の制度で大統領以下が決めたことというのはもう今韓国でクーデターもできることできないし、政治できるのは党参議長が、合同参謀本部議長が私反対しますと言って職を辞すことが精一杯なんですよね。そこまでいくかどうかは別でしょうけども、そこがこう我々がもう一つ習うことがあるとしたら、シビリアンコントロール万能にあらずということについてはですね、少し考えていただきたいなということですね。はい、わかりました。今日はですね、かなり意欲的に実言うとこの地域の安全保障の政策の体系が変わるきっかけになるんじゃないかということの問題意識も、私はそれを期待してないんだけども、それをあえて振ったんですが、やっぱり非常に皆さん冷静で、それは跳ね返されました。ただ初めの段階のジーソミアがあった時の高田さんのテレビでのなんかコメント見てると結構勇ましかったので、そっちかなと思ったら、やっぱり皆さんこの地域におけるその西側、つまりアメリカ、日本、日米、そして韓国のこの協調の枠組みが非常に大事だと、これを何として守っていかなきゃいけないという、かなり強い信念があるということはよく分かりましたし、それをやらなきゃいけないと思いました。で今日は皆さん感じたかもしれない、北朝鮮のミサイルとかいろんなことをここの論点に加えることができるんですが、あえて私たちは今この地域の安全保障の関係がどういうふうに考えていけばいいかということを今考えましたので、この第2弾第3弾でだいたい北朝鮮のことも含めてですね、膨らましていくと。で私たちはあくまでもこの地域に平和の秩序を作りたいんですが、それも日本がきちっとそういう意思を持ってやりたいと思ってますんで、それが今回こういう形の議論になりました。これはご理解いただければと思います。で今日はこれで議論を終わらせてもらいます。皆さんどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。